クレイ英傑は中国共産党の幹部二代目、もしくは中華人民共和国の官僚、政治家。山東省、正雄ゆ県出身。元中国共産党チベット自治区委員会初期。中国共産党第19期中央委員会委員。1956年12月、山東省、正雄ゆ県で生まれる。父のご氏名は中国共産主義青年団。 マサユ県委員会初期。1956年、ご指名は仕事のため、チベット自治区ゴルムドに働きに来た。そして、1958年に、クレエーケツは家族と一緒にゴルムドに連れられた。ゴルムド中学校を卒業。文化大革命末期の1974年10月より、チベット自治区、認定地区で知識青年として、労働に従事。 1977年10月、ラサシ製光電場に勤務する。1979年9月、チベット民族学院を文系看護こと文学に入学した。大学卒業後、チベット自治区教育長に入庁。以後、チベット自治区教育長広司教所幹部、副主任会員、チベット自治区協会中小学教育所、副所長、切授援助弁公室副主任、主任。 チベット自治区教委副主任、教皇委副書記、教委副主任、チベット自治区教育長等組、副書記、副長長、長長を歴任した。2003年1月、チベット自治区人民政府副主席に昇格。2005年6月、中国共産党、チベット自治区委員会宣伝部部長を兼務。7月には、中国共産党チベット自治区委員会常務委員を兼任した。 2006年11月、チベット自治区人民政府常務副主席に昇格。2011年11月には、中国共産党チベット自治区委員会副書記、チベット自治区人民政府党組、副書記、チベット自治区行政学院委員長を兼務した。2013年4月、中国共産党チベット自治区委員会常務副書記、区東委投稿校長に任命。2016年8月、 中国共産党チベット自治区委員会初期、チベット軍区党委第一初期、区党委等高校長に任命。2018年2月24日、第13期全国人民代表大会代表に選出された。2021年10月18日に、中国共産党チベット自治区委員会初期を解任された。2021年10月23日、 全国人民代表大会常務委員会は、クレ傑を第13期全国人民代表大会教育科学文化衛生委員会副主任委員に任命した。ありがとうございます。